皆さんこんにちは。今回はドジャースの大谷翔平選手の専属通訳である水原一平氏の解雇報道について詳しく解説していきたいと思います。大谷選手は水原氏のインスタグラムのフォローを解除していたことが確認されました。これは水原氏の解雇を受けての行動とみられています。水原氏はエンゼルス時代から大谷選手を公私でサポートしてきた存在でしたが、3月20日にドジャースから解雇されたことが複数のメディアで報じられました。解雇の理由は水原氏が違法なスポーツ賭博に関与し大谷選手の資金を横領したからだといいます。報道によると水原氏はサッカーの国際試合や NBA、NFL などのスポーツ賭博にのめり込み約6億5000万円もの借金を抱えていたそうです。当初水原氏はギャンブルによる借金の肩代わりを大谷選手に求めたと主張していましたが、その後一転して大谷選手はギャンブルの借金について何も知らないと証言を覆しました。ドジャースは水原氏を解雇し、大谷選手側の代理人は水原氏を窃盗容疑で捜査当局に告発したとのことです。水原氏は野球にはかけていないと釈明していますが、違法賭博に手を染めたことで大谷選手からの信頼を失ってしまったのでしょう。今回の一件は大谷選手にとっても衝撃的な出来事だったに違いありません。新天地のドジャースでワールドシリーズ制覇を目指す大切なシーズンの幕開けを迎えたばかりなのに、長年の友人であり通訳として支えてきた水原氏の裏切りは大谷選手の心に大きな傷を残したはずです。しかし大谷選手はプロフェッショナルとしてこの難局を乗り越えていくことでしょう。新しい通訳とともにドジャースの一員として全力でプレーに励む姿を見せてくれるはずです。ファンとしては大谷選手の心境を察しつつ、これからも変わらぬ応援を送り続けたいですね。水原氏の行動は許されるものではありませんが、彼なりの事情があったのかもしれません。ギャンブルという悪習から抜け出し新たな人生を歩んでいってほしいものです。大谷選手にとってもこの経験が人間的な成長につながることを願っています。さてここで水原氏の解雇前日の様子について TBS の石井智博アナウンサーの証言をご紹介しましょう。石井アナは韓国での開幕戦取材中に水原氏と接触していました。20日の夜、試合後に大谷選手の元を訪れた際、水原氏が通常通り通訳を務める姿があったそうです。そしてロッカールームを後にする時も大谷選手と水原氏が2人で歩いていく様子が見られたといいます。石井アナは翌朝に解雇報道を知って衝撃を受けたと語っています。また水原氏は韓国での記者会見でも急遽ベッツ選手とフリーマン選手の通訳を務めた際、うまくいかなかったことを石井アナに謝罪に来るなど真摯な姿勢を見せていたそうです。まさかその裏で違法賭博に手を染めていたとは誰も想像していなかったでしょう。一方目覚まし8では水原氏の違法賭博疑惑について谷原章介が風間紳士に質問する場面がありました。谷原は大谷選手の資金を横領しただけなら民事の問題だが、違法な賭博先に送金していた場合は刑事訴追の可能性があるのではないかと尋ねました。これに対し風間氏は報道内容を確認する必要性を述べつつ、そのような事実があれば刑事訴追を受ける可能性は当然あると解説しています。水原氏の行為が民事の範疇なのか刑事事件に発展するのか、今後の捜査の行方が注目されます。ここで大谷選手の次期通訳について考えてみましょう。水原氏の解雇を受け大谷選手は新たな通訳を必要としています。理想的な通訳とは単に言葉を翻訳するだけでなく、選手の心情を汲み取り適切なサポートができる人物でしょう。大谷選手は日本とアメリカの文化の違いに戸惑うこともあるかもしれません。そんな時選手の立場に立って的確なアドバイスができる通訳が求められます。またメディア対応や契約交渉など野球以外の場面でも選手をしっかりとサポートできる能力が必要不可欠です。水原氏はこうした点で大谷選手の信頼を得ていましたが、残念ながら違法行為で全てを失ってしまいました。
次期通訳には水原氏の良い部分を継承しつつ、同じ過ちを繰り返さないことが求められるでしょう。大谷選手にとって通訳は単なるスタッフではなく、心を開ける存在であってほしいですね。新シーズンが始まったばかりの大谷選手を新しい通訳と共に温かく見守っていきたいと思います。さて、ここで水原氏の経歴について少し振り返ってみましょう。水原氏は1984年生まれの39歳、慶応義塾大学在学中の2006年から大谷選手の通訳を務めてきました。当時大谷選手は岩手県の花巻東高校に在籍する高校生でした。水原氏は大谷選手の才能を早くから見抜き、彼の将来を信じて通訳の仕事を引き受けたのだといいます。大学卒業後は本格的に大谷選手の専属通訳として活動。エンゼルス時代を経てドジャースにも同行しました。 WBC では侍ジャパンの選手たちの通訳も務め、チームの勝利に貢献しました。特に決勝戦でのヌートバー選手のヒーローインタビューでは、水原氏の名前がスタンドから呼ばれるほどの人気ぶりでした。そんな水原氏がなぜ違法賭博に手を染めてしまったのか。年間数千万円という高額な報酬を得ていたはずなのに、なぜ借金を抱えるほどのギャンブルにのめり込んでしまったのか。真相は不明ですが、水原氏なりの事情があったのかもしれません。大金をかけるスリルに快感を覚えてしまったのか、それとも何か別の理由があったのか。いずれにせよ、違法行為に手を染めたことで水原氏は全てを失ってしまいました。大谷選手との信頼関係はもちろん、これまで築いてきたキャリアも水の泡と化してしまったのです。しかし水原氏にはまだ人生があります。過ちを反省し、ギャンブル依存症から抜け出すことができれば、新たな道を見つけられるかもしれません。大谷選手も水原氏の更生を心から願っているはずです。二人の絆は簡単に切れるものではないでしょう。いつかまた水原氏が真摯な姿勢で大谷選手の前に現れる日が来ることを期待したいですね。新シーズンの幕開けに水を差すような出来事となってしまいましたが、大谷選手はこの逆境を跳ね返し、ドジャースを優勝に導いてくれるはずです。我々ファンはそんな大谷選手の活躍を心待ちにしています。そして水原氏には一日も早く真っ当な人生に戻ってきてほしいと願っています。以上、水原一平氏の解雇報道と大谷翔平選手の今後について解説してきました。大谷選手はこの難局を乗り越え、ドジャースで活躍してくれることを信じています。我々ファンは彼の心情に寄り添いながら全力で応援していきましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。